皆さんこんにちは。今回はユニバーサルスタジオジャパンです。今回の動画、さまざまなフードやドリンクを飲んだり食べたりしましたので、最後までご覧いただけますと嬉しいです。本日は5月4日水曜日8時50分頃の映像になります。パークに入りお腹が減りましたので、向かいましたのはこちら、ニューヨークエリアにあるルイズニューヨークピザパーラーです。早めにお昼と思ったのですが、すごい人混みでした。こちらのお店で売られているピザはアメリカンサイズで、ワンカットが大きめで食べ応えがバッチリでした。まず最初にいただくのはこちら、ピッツァペパロニセット1200円。サイドメニューでフライドチキンバジルマヨネーズ添え500円を追加しました。こちらのフライドチキン、外側がカリッと中はジューシーで、バジルマヨソースとつけてもとっても美味しかったです。デザートにはミニオンシュークリーム1個600円をいただきました。こちらのシュークリームはバナナ味のクリームと生クリームがたっぷりで美味しかったです。ソフトドリンクのカップは建物のシルエットが書いてありました。おしゃれですね。ピザもフライドポテトもとっても美味しかったです。近くに美味しそうなドリンクがありましたので並びます。いただくのはこちら、ウッドストックのマンゴーソーダ1杯650円。刻まれたマンゴーとマンゴー味のジュースボールが入っておりました。ジュースボールは噛むとプチッと弾けて美味しかったです。これから暑くなる季節に飲みたいさっぱりとしたドリンクでした。次に向かいましたのはこちら、タイルをブロックにした方、センスがすごい。遊び心とゲームへの愛を感じます。ルイージの帽子はレアチーズケーキをイメージしております。パンケーキの上にレアチーズのクリームと生クリームがたっぷり使われておりました。店内を見るとこちらのルイージの帽子の方が人気そうでした。
マリオの帽子ではいちごのショートケーキをイメージしておりますので、中にはカスタードクリームといちごのジャムと生クリームが入っておりました。購入しましたのはこちら、パンケーキサンドのマリオの帽子とルイージの帽子はお一つ700円、フルーツクリームソーダのピーチ姫の桃のクリームソーダとルイージの青りんごクリームソーダは1杯600円でした。帽子にトッピングされています星型のチョコが可愛いんです。店内での飲食は禁止になっておりましたので外へ向かいます。まず最初にルイージの青りんごソーダをいただきます。上には刻んだマンゴーとアイスが乗っております。ベースが青りんごソーダなのですが、中にはキウイのジュースボールが入っていまして爽やかで美味しかったです。ピーチ姫のドリンクは桃のジュースボール入りで激甘でした。甘党の方にぜひおすすめです。お次はマリオの帽子をいただきます。思ったよりいちごのジャムがたっぷり入っていまして美味しかったです。ルイージの帽子もレアチーズクリームが美味しい。クリームが多いので飽きてしまうかなと思ったのですが、ペロッと食べられちゃいました。ごちそうさまでした。装飾がありました。お次に来ましたのはこちら、スヌーピーグッズがたくさん売っているお店です。お店のお隣では子供のプレイグラウンドがありました。屋根付きなので雨の日も安心ですね。スヌーピーの世界観に入り込めるのはもちろんのこと、さまざまな仕掛けがありました。夕飯はこちらにしました。ニューヨークエリアにあるビバリーヒルズプランジェリー。イースターの装飾が可愛いですね。営業時間は7時半から21時まで。朝早くから夜遅くまでやっているのは助かりますね。限定のメニューの取り扱いがたくさんございました。店内はこんな感じです。今回食べようと思っていましたスモークストラストサーモン&アボカドのクロワッサンサンドが売り切れでした。なのでたっぷり卵とチーズが入ったイースタークロワッサンサンドをいただくことにしました。いただくと分かるのですが、ふわふわのチーズがたっぷり、卵のタルタルとハムの塩味が美味しかったです。それとチキン&野菜のラップサンド1個600円、皮がもちもちで野菜さっぷりのこちらのラップサンド、刻まれたブラックオリーブがいいアクセントで美味しかったです。イースター限定フードを購入しましたのでキャンペーンの紙をいただきました。今年のイースターは6月26日日曜日までになっております。次はハンターハンターのパーク限定のボンのチョコケーキで1個850円、こちらは期間限定で今年の8月28日日曜日までです。中身はこんな感じでした。下のタルト部分がナッツ入りのブラウニーみたいな感じで固めな食感で、こちらは酸味の強いゼリーみたいな感じでした。マスカット、クランベリー、チョコレートの先にはキラキラがついています。ハンター試験のゴンの受験番号がプリントされたチョコ、取られないように私がいただきます。どれも美味しかったです。座席
席数はそこまで多くはありませんが、フードが美味しかったので、ぜひ気になった方は行ってみてください。ありがとうございました。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録をよろしくお願いします。また次回の動画で会いましょう。バイバーイ。